こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘアファンタジー始めていきましょう。朝の日差し。私このまま溶けちゃうかも。一緒に頑張りましょうね。あれ、ラブラボってキララだったんだ。これってラブラボが登場するってこと？あ、コミカライズやるんだ。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。楽しみですね。なんか明るい話しようぜ。恋バナとか。朝のトレーニング、次はもっとできるように頑張ってるわね。どう？どう？すごいわ。戻りました。すごいわ。すごいわしか言わないな。このくらい楽勝でしょう。行ってきます。待っててね。頑張っていくぞー。ここもう行ったっけ。おはよう。爽やかな朝ね。トレーニングじゃなくて、私が頑張る。すみません、助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。ではですね、ブライアローはヘル。仕事が恋人とは言いませんが、忙しいのは本当です。これが本当の狐の嫁入りなんちゃって。8節からスタートです。ランプです。え、そうやったっけ。お、来た、爆竜姫子先生。ああ。ああ。ああ。その通りだ。頑張ります。行きましょう。シュン。シュン。ありがとう。そうですね。ごはん。え？はい。そうね。いいね。
すごいな。お、え、怖っ。これが本当の狐の嫁入りなんちゃって。あれ、おかしい。え、で、合ってるんだよな。いきなり上にコミックガールズが出たから、いや、なんでかなと思って。ルキグライダル、私もお供いたします。なんだ、ボーナスが。やばいやばい。もう。でも。はあ。お手柔らかにお願いしたいです。遅刻は任せてください。踏ん張りどころだな。これからですね。当たってください。正面突破できましょう。結構強いやつ。じゃあ倒しに行かないといけない。当たってください。倒しきれない。スタンボールの壁、倒しちゃうな。うわー難しい。任せてください。少し待ってください。ここをこうして。できました。すごいすごい。どうぞ。これ体力試練だからな。10万。皆さんのおかげです。まあ多分打たれ弱いと思う。うちのはその分。嘘。お別れなんです。大丈夫か。え、ねえねえ、だったら。そうだね。はい。そのことに出せるのか。出せる。ん、どうした。気をつけて、チアにめくられないようにしないといけないわ。呪節。ええ。よかった。ピヨ、あの、そうね。いいえ。
なるほど。ええ。そうね。お。ええ。え？素敵ね。気をつけて、チアにめくられないようにしないといけないわ。そろそろ行きますよ。ランプです。やりました。え、いいですか。な、何がですか。おや、かしこまりました。4人天国すぎるだろう、これは。ええ、いいなぁ。おうん、うん。本当ですか。よかった。怒るわよ。よっしゃ、とっても嬉しいです。さあ選びなさい。取れそう。特殊な機械。ええ。うん。やれやれ。お？ギュイーン。うっ、そうなんですか。なんと、ランプよく。そんなわけにはいきません。させません。何の展開になってんだ。いざ尋常に勝負。え、誰誰。悪さは許しませんよ。もしかしたら2部で関わってくるのかもな。支援するぞ。当たってください。チャージアップしたぞ。ここまでです。あまりダメージ与えられない。任せてください。正面突破でいきましょう。この技なら。かかっている。やるときはやるんだから。いきますよ。回復した？もう大丈夫です。心の壁。戦うぞ。今日はちょっと奮発。何を。回復するんですね、攻撃受けたら。観念拾え。ここにあり。
何かな、もう。おいしょっと。どうだった、コーヒーが。おい、間違えた、こっちだ。そんな魔法強くサポートするよ。効果がないな。これでひゃっはー、やし放題だぜ。ちょっと危なかった。うん、レベルアップ。いろいろな衣装を着るのも修行の一環になるのかしら。12節。引き続き、うん、小羽根かなと思ったら武器レベル1だ。これはちょっと弱い。かといって出番がないよな。セサミ。コンビニより遠いのか。なるべく戦わせたいからな。ああ、やべえ。カットが。え？大変だ。嘘。テーマソングなんかあったんだ。まずいわ。すげえ。そうですね。ラップになった。スリルがありますね。です。いっちゃえ。緊張します。さっきより倍強いぞ。油断するな。引き立ち痛そう。時間はかけたくありません。いっちゃえ。価値格させたいな、うん、とりあえずそこがすごい大事です。しませんよ。そうですね、彼女は。世界のために私ができること。やります。キラキラの思い出よ。またお願いします。1万。平気です。回復します。任せてください。そうそう、チェンジしたいが。出番だ。どんなキャラなんでしょうか。始めましょうか。手を貸しましょう。ん？なんだろうな。ふん。平気です。まだまだです。もう回復しますね。こういうの苦手なんだけど、みんなの力になれますように。ふん。まだです。お、自分にもダメージを。一つ先に塗りましょうか。だいぶ減りますね。もう大丈夫です。まだまだです。まだまだです。平気です。攻撃をかけました。おっと、自分に跳ねかかって自滅した。迅速に行きましょう。このカードは結構強烈ですね。もしかしたら、一部で。戦うときをこのカードが入って早く倒さないといけないというケースは出てくるかもしれません。
優しい。悲しい。これが本当の狐の嫁入りなっちゃって、ためらわないことさ。13節はい、つまりピヨ、やべえ、ちょっと、はあ、おめでとう、ソラ様。そうですね。すげえ。そうでしょうか。どうかしら。え？イエーイ！うわ。観光音声だったね。やれやれ。もうこれでシナリオクエストクリアですね。あとは収集クエストということで、やめる時も健やかなる時も知恵をやると誓います。ベビーパウダー、少し助かっちゃった。ねえ、アマウさんの従業員にならない？なんてね。早朝、早起きは三文の徳。今のおすすめ。そうだ、このエンゲージリングをな、何かに使うことができるんだ。フレンド S ですね。交渉成立。あとメダルとも交換できたり、いろいろあります。交渉成立。また来い。気持ちのいい朝だな。これはランプか。ランプ用専用武器ですね。強くしていきたいとこです。おっと、あと1回ですね。ユノが上がります。ユノをもう1回、なんか気のいいとこで終わらせたいよな。
曜日クエストか、ちょうどいいな、月属性の素材が集まりそうなイベントがあるんで。初級誰もやってないんだ、まだ。行きましょう。満たすわけか、つまり。お願い、間に合って。ここは任せてください。簡単になるのかな。この失敗を当てて。どうかな、聞いたかな。痛いです。いっちゃえ。これチェンジ。うまくできるかな。思い出を魔法に変えて。すごいな、攻撃型ユノなんだ。ほら、しっかりして。どうかな、聞いたかな。機体の頭で出し取ったりしちゃう。いつもあるんだ。あ、コルクだった。負けない。健康一滴。コルクやっぱり強いな。当然の結果。コルク一人起用しとけば。倒せるよな。ということで、月の初級はゲットです。で、これで、鍛冶屋に行って。おはよう！朝から鍛えるぞ！そうか。レベルを上げないといけないんだ。素材はどうする？僧侶ですよね。ないくらい強くなったぜ。何を鍛えるんだ。進化で、ちゃんと素材があるんで、これで進化できます。この武器はもっと強くなるな。武器レベルが60になりましたね。素晴らしい。ということで、メモリアライズも40まで上げられるようになりました。この辺ユノの確率に育てていきたいと思います。先ほどソラ様に驚かれたのですが、何か変でしょうか。次回は収集クエスト。やめる時も健やかなる時も知恵をやると誓います。次回は収集クエストをこのやっていきたいと思いますので、また見てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。このキラーファンタジアですね、今まで遊んだ記録プレイリストに動画載せております。説明欄にアドレス記載します。ぜひ見てください。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にこちらもアドレス記載します。よろしければご覧いただければと思います。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、
表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。